おはようございます、こんにちは、こんばんは。はい、どうもおはようございます。シトでございます。本日の日付5月5日夜10時というところで、ちょうどゾロ目ですね。55日ですね。はい、私はちなみに今日はね、朝から夕方までしっかりとパチンコ打たせてもらいました。はい、最近パチスロライターですもんねまあ今度5月18日私ついに愛知県デビューいたしますから遠い存在になっちゃったな、はい、まあまあそんなことはいいとしても、本日もですね、はい、こちら大人気企画をやっていきたいと思います。そうですね、副業ですよね。本業です。あ、本業なんですか。副業じゃないですね。気をつけろ君一旦やってみましょう、はい、ジャックポットボートレース2。最近これね、非常にシルミナティとして楽しみにしております、うん、ありがたいですね。で、実はね、今回も例の、演出で演出でまた新しいご提案の方をさせていただきたいと思いますので、うん、明日買うジョーとデメの相談をさせていただきたいと思います、はい、いやー、しましょうしましょう。はい、ということでね、明日5月6日月曜日、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ですよ。そう、最終日になるんですか、明日は。おかげさまでね、はい、非常に多くのジョーが開催しております。確かに、まあだからね、いろいろと選び放題というところでは魅力的ではあるんですが、うん、ただ全部買ってしまうと破産してしまうと、うん、まあ確かにね。まあそもそもまずどんな目を買うかっていうところで、まあ、そうですよ。で、私ね、ちょっと今回シルミナティの皆様がね、はい、ご納得いただけるようないい目をちょっと、うん、あ、楽しみにしてね。演出ありきの目だからね、はい、でまず先にね、点数を言いますね。はい、9点です。お、多い、結構多いですね。多いですよ。前回に引き続き、はい、16は買おうやと、まあ、前回の動画ご覧になった方だったら分かると思うんですけれども、やっぱ的中がある程度拾いたい、はい、やっぱ16は欠かせないなっていうところ。まあそうですね、それで出走表を見てチャンスゾーンをこうクリアしていくっていう、あの演出のためにもね。はい、もう一個買いたいのが4頭なんです。4、はい、で4頭からの6軸で折り返したいと思う。4-6前4-6。ただ、はい、5は切る。5を切る、はい、なぜ5を切るんですか。今日偶然ね、私、まあ、パチンコの来店してて、はい、視聴者の方一人でジャックポットの話をしてたんですよ。あ、なるほど。いや、いい目ですね、あれはどうのこうのみたいな、はい、で僕実最近ね、やっぱ5を切るっていうのをやってるんですよみたいな話をちょっと偶然ね、チロッとしたんですよ、はい、今回ちょっと5を切ってみようかなと思ったんですよ。4-5だと安くなるしね。そう、結論としては1-6-2刺し、まずこれイン逃げね。で4-6前4-6だけど5を切ったパターンですね、はいはい、まあ結構面白い配当を引っ張ってこれんじゃないかな、はいはい、で的中率もまあそこそこ担保されながら、うん、まあでも今回はドラなしで、ドラなし、はい、9点分かりました。で私の計算上、はい、5乗いける。まあいいんじゃないですか。はい、面白さとしては、まあ、6が絡んでるのは間違いないんだけど、はい、注目なのはそれが1が逃げたのか、それとも4がいったのか、ね、そこでさらに6が弱かった日には、ね、どのパターンが一番熱いかっていうね、うん、より深みにこれあんまり深めに行くと依存症になるんじゃないですか大丈夫ですか。大丈夫、あの これって来れなくなりませんか。いや、しょうくん大丈夫。これ依存症っていうのはね、簡単であればあるほど依存症になりやすいけど、シンプルな物事の方がね。そう、これね、結構お金そこそこかかるじゃん。 あんまり一人でやろうとは思わない。いや、確かに。だからそもそも僕とあなたが会おうっていう風にならないとやらないから、成立しない、成立しない。個人でやってたら偉い話だよね。いや、これやばいね、うん、うん。前回も僕一人で1点ジャックポットをやらせていただいたんですけれども、前回も僕一人で1点ジャックポットをやらせていただいたんですけれども、で一応買う上なんですけれども、とりあえず僕のちょっと直感でじゃあこれ選びますね、はい、まあナルト、やっぱナルトってほら穴上じゃん。まあいいですよ、ね、うん、でまあちょっとやっぱり4の展開も見たいというところで戸田だと、よくわからん江戸川、江戸川買うんですか。江戸川よくわからんじゃん、うん、サイコロ城だと思ってるから。まあ確かに。であと2条好きなの選んでよ。ここなめ、うん、小島は、まあじゃあいいね。じゃあその5条で、じゃあ明日朝早く起きてお願いします。購入したいと思います。ただいまの時刻はですね、はい、こちら5時半ですか。5時半です。下から、はい、1個ニュースがある。またただ今回は、うん、1つだけ先に言っておく、はい、寝坊はしてない。
寝坊はしてないんだ。はい、買い間違え、買い間違えだな、それは。寝坊以外だと買い間違えしかないんだよ、大体。何を買い間違えたんですかね。いや、これね、うん、ちょっとまず事情を説明する、うん、俺は朝の8時半にちゃんと起きた、まあ寝ぼけ眼で買ったわけですよ、はいはい、ただね、ちょっと今日一個ねイレギュラーなことが起きたの、まあ、ここでも書いてあるんだけど、はいはいはい、5月6日三国は強風のために中止となりましたっていう、はいはい、三国って選んでないんじゃない。そう、選んでなかったんだよ、うん、ただ俺は何を思ったのか、はい、これにテンパってしまい、はい、あ、やばい、変換だと思って、でなぜか俺はそのまま追加でナルトを買ったっていう、はい、ん、ちょっとよくわかんないですよ、言ってる意味が。寝ぼけまなこで買ってたから、はい、どこどじょう買ったか覚えてなかったの。昨日相談したよな。はい、しました。やめるか相談するのも意味ないじゃないか、それじゃあ正確に変えたことないだろうしもつまり言うと、つまり言うと、うん、ナルトが全部2枚入ってる、ジョーがドラになっちゃった、ジョーがドラになっちゃった。ただ後で確認したら、うん、ナルトの1レースだけ変えてなかったけど、時間的に2レースから12レースがドラになってます。複雑だな。合計で6万3000、4000ぐらいになってる。6万になってる。6万4000ぐらい。6万種じゃ足りないじゃん。足りないです。ナルトがポンって出てきたらこれ2枚入ってるってことですから。なんかむしろナルトで当たってないとイライラするまであるんですよ、マジで。じゃあちょっとこれ見てみましょうか、はい、いいですか。はい、じゃあしとくん、ぜひ、まあ、まずいるかどうか。そうです、ここない可能性ありますからね。前回から結構ポンポンって当たってるからある体で話してるけど、うん、ゼロってこともあるよ。だからそれは、その場合は、オクラです。オクラだよね、うん、追加で金払ってオクラにするのかい。はい、ということで行くよ。お願いします。ここは絶対あるはず、なかったらマジきつい。まずファースト第一関門お願いします。ナルト2個。あ、やばい、ナルト1。え、あ、これドラじゃないじゃん。ナルト1レース。マジか、マジ。ノーマルじゃん。これが10万周だったら怒るよ俺。これよりによって来るかね。このズバビタで合わせてきたね。これは不運だよ、逆になんか。ただまあナルト7レース当たってる。まあまあ、でもこれが不幸中の幸いかもね。うん、うん、見よう見よう。次のステージへ行こう、うん、ステージチェンジ。はい、ということで、はい、ステージチェンジしていつも通りもセッティングも早くなりましたね、はい、ナルトの1です。これやだな、開けたくない。これはドラじゃないんですよ。ドラじゃないんだよこれ。ここを押した瞬間に出走メンバーが見れます、はい、その時の6が B2 新人だった場合、これ地元戦だからありえるぞ。ありえるね、確かに。いきますよ。はい、怖い。おー、わだ。いや、全然新人じゃなかった。赤池か。16だとてみたいな。意外と大したことないかもな。まあなんかちょっとわかんない。展開次第。うん、まあ、見ましょう見ましょう、これは。見てみましょうか。さあ、ということで。4頭になったら話変わってくるな。4いけ。いかないね、4ね。あ、いい家です。ここから6絡むの ?1 全6はないわけでしょ ?1 全6はない。だってもう1頭だったら6に。これ1、6になるの。これってなんのこれ。無事やね。ああ、左打ちだし、左打ち刺して、まあもうこれ16ってことで、こっから16になるんだ。この回目も慌てて寝儲け眼で間違えたとかないよね。絶対ない、それは。あ、まあでもなってもおかしくないけど。ああ、なるほど、喧嘩してうまいこと。わかんないな、配当が30倍とか40倍ぐらいの可能性はあるよね。まあそんな高くなさそうだね。何ちゅうってことはないんじゃない。だって前回も俺ら確かナルトのなんかこういう16系取ったけど、確か30倍とかだったけどな。4点台の選手だからね。何とも言えんな、これ。別に全然赤市さんなんで買えなくはないし、まあ、高めが来たぐらいの感じでしょ、うん、まあ、50倍あったら御の字みたいな。そもそも1から買ってどこが売れるのかもわからんし、1、2、3、4、2、3、4が売れるのかな。まさかとは、ま、あ、ゴールした。2周なんだ。2周だったんだね。はい、ということで16決着、はい、まあじゃあちょっと見てみましょうか、結果は。はい、結果出なかったんでね。うわー、ドラじゃないんで。はい、まあ1枚しかない。いきます。はい、
まあまあついてる。やばい、2枚入ってた。これで2万よ、一気に。しまったー。ミスでしょ、確実に。もう小島の2です。これは香ばしい可能性ある。香ばしいね。これも地元戦のはずなのよ。しかも2レースで前半戦だから、これ B2 の可能性あります。6が来い、いくよ。新人3、2、いでよ新人。いやー、山地さんだ。しかも5切ってるから寒い寒い。これどう考えても安いもん。これはどうでもいいよ。いや、まあもうこれ大体見えるわ。はい、まあ、162345、はい、ここだね。はい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 、締めてって。はい、なんだったら61になりそうな感じだったけど、まあでも出足が違うんだね。あ、はい、まあ高くはないよ。20倍ぐらいみたいな。いや20倍もあるか。俺ねえと思うよ。紐次第では4じゃなかったら、まあ、4なんだろうけどさ、まあ、4です。はい、終了。1番人気か2番人気。まあ、こういう進入動いちゃう系もあるからね。これは1番人気だろ、多分。164って。164回ってる。うん、まあ、4646は1番人気だからね。いや、これ寒いな。クソザムだよ。え？ 3 だったら面白いかも。まあ、4だね。いやー、4が攻めるっていう展開、ちょっと期待してるけどな。出すなよ、それ。答え出ちゃったんで見ますか。はい、見てかけてください。はい、シリーズボミな結果になりますよ、これ。はい、ありがとうございます。はい、これシリーズボミな結果になりますよ。はい、どうもありがとうございます。戻りましょう、ナルトに。はい、ナルトに戻りましょう。これはきついな。はい、いや、でもナルトドラですから、ここ。はい、ここドラだからね。ここ2枚入ってますから。これで B2 であってごらんなさい。弱ければ弱いほど、より良い。勝率が1に近い、0に近ければ0に近いほど。0点台の選手がいい。いきますよ。お願いします。3、2、1、ドン。まあ、悪くないかな。一応、4頭だと寒いのか、これ。一応、この中の中では、まあ、勝率一番低いよ。低い。ただ外展開あるから6絡みが売れそうでもある。でもなんか何とも言えないよね、これ。16だったらこれ多分爆裂よ。16は激アツだね。16の2とか4でも熱いよね。熱いよね、うん、じゃあちょっとそこら辺も見ながら。これ3が壁になったら激アツよ。激アツだね、うん、ちょっと見てみよう。人間した瞬間に16が確定するからね、うん、マジで逃げろ。普通に考えたら1からだったら4だもん、ね、いや、これ4いけてなくない。いや、いけてないよ。山田優也、いけてない。いや、いってるわ。いや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 。いや、ほら、来てる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 。あ、止まった。止まったでしょ、これ。え、直まくりからの4か。まあ、ですよ、ね。これ426持ってるんだもんね。で、これ。これは安いよ。426意外と安いかも。A1A1 だよ、これ。これ安いかもな。6でちょっと上がるとかって言っても、やめろよ、6や負けるとか。負けたら外れてんだよ。やめろよ、それ。426が高いとは思え、まあでも1じゃない、1か6が売れるはずなんだよ ね、まあ、そうね。3は売れないはずだから、まあ10倍台じゃない、20倍あったら御の字みたいな。ちょ、6マジでやめろ、キャンプすんだよ。あ、でも5の方が売れるか、4が言ってるの5だから。ああ、まあでも5は売れそうだね。まあ、20倍はあるかな、なんとなく。まあでも確かに2、30倍なんだよ、気がする、これは。そんな40、50の世界ではなさそう、これ、うん、はい。でこれ確かに2周で終わりか、これで、うん、いや微妙だな、これも3本目か。もうこれで3本か。出走表で寒いっていうのが一番嫌なんだよね。これちょっと配当が分からん、うん、でも高くはない。満州はね、2枚はあるんで、はい、さあドラです。いきます。おっ、よっ、嫌いじゃない、意外といい。52倍じゃない。これ元返ししたんじゃない、だからその追加しちゃった分ぐらいは。あ、そうね、1万ぐらいオンしちゃった分を。確かにこれでペイしてるね。ペイしてるなると、うん、さあということで、はい、最後になりました。最後トコナメ6。トコナメの6な、まだ出せてないっすよ、脳汁。でもね、トコナメだからインは強い上、うん、4が言ってくれればいい。じゃあ行ってみようか。うん、行きますよ。お願いします。はい、どう。うわ、クソザムじゃん。うわ、強っ。
強いよ。これ16で終了よ。多分、ま、しかも前付けも可能性あるんじゃないこれ。うわ、これ寒い。4が頭なら話変わってくる。話は変わるね。だから我々今からレース映像を見るときは、全力で4応援だ、ね、そう。イン逃げしなかった時には4頭確定だからね、これね。さあ。いやー16です。いやー、あでも5叩きに行った。あそれぐらいじゃ緩い。おこちらよっ。あいや、さすがに赤岩さん絡む。これ164だったら熱いんだけど、まあ、さすがにきついか。いやー、これはちょっと赤岩さんがどう見ても赤岩さんだねこれ。あもう全然衝動違うもんな。はい、お、2。ワンチャン2なら。いや、でも2だとしてもなんだよな。確かに2だとしても高くなさそうだな。別に20倍ぐらいでしょ。あって。赤岩さんだとマジで1桁の可能性ある。絶対負けちゃダメだよ。いや、これはやばい。もう負けてます。もう全然赤岩さんだわ、これ。うん。まだここでかかってても何にも興奮しないもんね。話変わるぞ。話が変わるぞ。話変わるぞ。変わってきたぞ。やめろ。やめろ。頼む。162、頑張れ。いやー、ナイス。おい、全然違うじゃん、オッズ。なんとかならんの？マジ、満州あったの、162。いやー、2は買わないよな。中岩さんがミスるとは思えないもん。まあそうなるよね。余裕がありましたマシに。そうだ、もう消されちゃったよ。はい、もう1億にはないですってことね。いやー、はい、ということで、うん、はい、しっかりと的中を仕留めました。ちょっと出走表が寒かったね。寒かったな。4頭1個もないしな、しかもね。まあまあ負けました。約4万負けです。はいはい、ということで、最後にデメ1欄ですけれども、浜川でちょっと出た、うん、うわ浜名湖、浜名湖選んだってことは浜名湖、浜名湖でペーだ。浜名湖4万周じゃん。これ爆弾だったな。情報選びだよ。いやちょっと今日あれだな、情報選びもそうだけど、あとやっぱこの演出に適したデメを俺は研究していきたいと思ってんだよね、はい、だでもやっぱ6じゃない、 B2 新人がさ乗る確率が高いから、新人水神祭じゃないけど水神祭の前の発連絡みみたいなところも抑えられるから、はいはい、そうすると爆裂満州になるでしょ。まあ確かに、だから6を絡める16とかはありだとは思うんだけど、別に46はちょっとまあ一行してもいいかもしれない。なるほど、ちょっと4頭寒かったかな。16はこのパターンはね、16は熱いかなって思う。結果論だけど浜名湖で出た特大満州4万6000もね、これ16だしね。これちょっとどういう出走評価見てみようよ。あこれ新人だね。うわー、勝って出走表見たら興奮したろうな。ドピュッドピュッってくるよこれは。でしかもこれで5切ってんだぜ。熱っ、これだったな。これだったね。これで応じる出走表よこれ。そもそもインが逃げてもちょっとつきそうな雰囲気あるし、5が絡んでないっていうのが激アツ情報だね。で6が必ず絡んでいるっていう。やばいこれは。これはやばい。これは興奮できたわ。これだったね。いやちょっとね、今回残念な結果にはなってしまいましたけれども、うん、でもしねこれ視聴者の皆さん、なんかこうレースを見るっていう上でも楽しみを残しつつ、こういう目とかもし面白いのがあるよっていう提案があれば、ぜひコメント欄の方にそうですね書いていただければ、ちょっと次回以降の参考にしたいと思いますので、はい、ぜひ教えてください。本日は以上となります。はい、まあ、ちょっとねこの見せ方は面白いと思うんで、ね、いい出走表に出会えるようにちょっとね運気を高めたいということで、はい、また次回別のジャックポットでお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。脳汁が全く出ませんでした。枯れだったな。もがいてるよ曖昧な理由もないこの感覚信じて